北村の今週これ北のコーナーです。今日はスタジオにゲストの方に来ていただきました。音宮市にあります名護工事屋の国分健一郎さんです。よろしくお願いします。名護の工事屋の国分健一郎と申します。よろしくお願いします。お名前の通り工事を取り扱ってらっしゃるんですか？あ、そうですね。お味噌とかお味噌お味噌、サゴハチ、甘酒とか、うん、あとはですね、ジャムとかもやってるんですよ。ジャムもやってるんですか？急に洋風ですよね。あ、これはですね、ちょっと、農家さんとのつながりが結構深く、果物をたくさんいただいたときに、はい、ちょっとこれ食べきれないなと思ってジャム作ったっていう経緯があるんですよね。面白い、はい、ぜひそちらもまたいただきたいなと思うんですが、ぜひぜひ、はい、これこそ名護工事屋だなと思うものってありますか？やっぱりですね、祖父と祖母がやってた甘酒とか、うん、あとお味噌がやっぱりこのうちのメインなのかなというふうに思ってますね。はい、やっぱりご自身としてもずっとこう工事屋さん継ぐんだっていう気持ちはあったんですか？実際はなくたんですけど、はい、自分もサラリーマンやってて、父もサラリーマンやってましたので、それで祖父と祖母がやってる小さな工事屋だったんで、まあちょっと自分は継ぐかどうかちょっとわからないなと思ってたんですけど、祖母が亡くなった時になんかこう、あ、もしかするともう麹屋さんのお味噌とか甘酒もう飲めないんだねっていう話をちょっとなんか言われた時に、それがちょっと重く感じまして、はい、なんかこういうふうに祖母とか祖父にこういうふうに麹屋さんのファンがいるのになんかやめちゃうっていうのはなんかちょっと違うのかなっていうふうに思いまして、ね、うんうん、はい、なんかちょっと自分でやってみようかなっていうふうに思って始めました。今初めてどれぐらいになりますか？初めてちょうど2年ぐらいなんですけど。そうなんですね、はい、その前もサラリーマンされてたってお話今ありましたけど、はい、サラリーマン以外にも特殊な、あ、ちょっとキックボクシングやったりとかも。ちょっと待ってください、はい、気になりすぎるんですけど、はい、キックボクシング、はい、実際ライセンスとかも持ってらっしゃったんですか？いただいてまして、ちょっと私、はい、蹴られないように、はい、ちょっと頑張りたいと思います、はい、もうちょっと10年前ぐらいになっちゃうんですけど。そうなんですね、はい、いやー、でもそんな異色の経歴をお持ちの中で、はいはい、今2年目で新しい商品への取り組みっていうのもされてるんですよね。そうなんですよ。それが今回お持ちいただいたこちらになりますね、はい、福笑いを使った甘酒と今回おせんべいをお持ちいただいたんですが、はい、福笑いを使った商品って私もしかしたら初めて出会うかもしれないです。そうかもしれませんね。あんまり加工品として使うっていうのはもともとがやっぱりお米自体が美味しいんで、うん、逆にそういう風にこう加工しようっていう方が少ないのかなって思って、はい、これはなぜこう取り扱いを始めようと思ったんですか？あ、ですね、去年の時にちょうど発売された時に農家さんと一緒に販売ことやってた時に、はい、すごく農家さんの熱意とかを感じて、はい、来年あたりはちょっと自分もこの福笑いで甘酒か何かちょっと作ってみたいなっていう気持ちが出てきて、そこからですね、ちょっといろいろ1年間考えて作ったものとなってます、はい、あ、じゃあ1年がかりで。あ、そうなんですよね、はい、お写真で見たよりも色が濃いなと思いました。あ、そうなんですよね、結構濃いめなんですよね、はい、この濃さには何か理由があるんですか？これはもう本当に米の本来のこの米と米麹しか入れてないんでなんですけど、どうしても麹菌を少し多めに入れてみたら、はい、濃い色になったって形ですね。じゃ早速入れていただきたいと思います。これ見ていただいたら分かるんですけど、かなり濃ゆい感じ。あ、はい、そうなんです。伝わりますね、はい、じゃあちょっと早速いただこうと思います。いただきます。あ、うん、すっごい自然な甘みですね。そうなんですよ、はい、すごい甘いなと思ったんですけど、はい、でもそれでもお米とやっぱ麹だけっていうので、はい、ここまで味って深くなるんですね。出てくるっていうのは、はい、すごい深いなと思って。へいや、不思議です。なんか甘いんですけど、はい、すごくすっきりしてる感じもしますね。水分の量とか、うんうん、あとは米麹のどのタイミングで入れるとか、うん、温度設定とかを、うんうん、ちょっといろいろうちの父とこれ福笑いだったらどれがいいかなっていうのをやり続けて、今回これが一番かなっていうので持ってきましたいや、めちゃくちゃ美味しいし、はい、
飲みやすくて、はい、甘酒特有の癖みたいなところが少ないような気もしました、はい、ありがとうございます。すごく飲みやすいです。しかもさっき粒がたくさん入ってるってお話あったんですけど、はい、なんかちょっと食べてるみたいな感覚があるぐらい粒がしっかり残っていて、はい、でも硬いわけじゃないし絶妙なんですよね。ありがとうございます。これがですね、あの麹作るときにあのこれ弾力がすごい強いんで、はい、どうしてもこうあんまり力強くいつも通りの作業でやっちゃうと、うん、こうあの福笑い自体がすごい弾力があるんで団子になっちゃうんで、あの1時間で終わる作業を2時間やってるっていうところの、はい、工程があってやってるからちょっとそれが粒が消えてないっていうポイントですね。なるほど、はい、そして今日はもう1点お持ちいただいたんですよね。はい、はい、こちらのおせんべいですね。おせんべい、またこれ、一口サイズのおせんべいになるんですけれども、はい、ふわらいなもので、うんうん、個包装になってるからこの食べやすくていいですよね、はい、しかも山塩を使ってるんですよ、ね、あ、山塩使われてるんですね。はい、会津の山塩というとやっぱりちょっと独特の甘みとかも感じられるのが特徴ですけれども、はい、いただきます。うん、軽い。あ、そうなんですよね。本当になんかおせんべいって、うん、あの結構あの言って悪いんですけどくず米とか使うと思うんですけど、うんうん、これは本当に一等米使われてるんで、うん、こういう美味しさになるんですよね。いや、これ甘酒ともちょっと相性いいなって思いました、はい、ありがとうございます。やっぱり同じお米使ってるからですよね。あ、そうなんですよね。いや、これたまんないですね。ちょっと冬場にはぴったりかなと思いますし、さっきの甘酒も今常温でいただいたんですけど、はい、冷やしてももちろん気にとして美味しいでしょうし、はい、温めてもいいかもしれないですね、これからの時期。はい、すごくふんわり甘さが広がりそうです。はい、こちらの2つの商品ですけれども、はい、あの取り扱いのお店というとどのあたりになりますか。ですね、今のところはですね、あの大玉の新たなの里の直売所さんと、うん、あと愛情館さんと、うん、道の駅の東和さんの方に卸しております。なるほど、はい、あと名古屋麹屋さんお店の方に伺ってもよろしいんですか。あ、大丈夫です。こちらの営業時間など教えてください。営業時間は、8時から17時までですね、はいはい、で毎日無休でやってますので、はい、ぜひ足を運んでみてください。ぜひお味噌とかもね、はい、合わせてチェックしていただければと思います。北村の今週これ来た名古屋麹屋さんの国分健一郎さんとお届けしました。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。